本日の企画はこの3人にカバンの中身を紹介してもらおうと思います。イエーイ緊張してますか？緊張してます。楽しんでください。はい、自己紹介をじゃあリコからお願いします。おめかしのリコです。よろしくお願いします。お願いします。フェイスの菊池です。よろしくお願いします。お願いします。ジェナエスパスメーベイの平子です。お願いします。お願いします。はい、じゃあまずリコから。はい、いきます。お願いします。お願いします。はい、ではまずトップバッターリコです。お願いします。あ、カバンはじゃあ2個持ちということで間違いないですか？そうです。あ、じゃあまずメインの方のバッグのご紹介お願いします。こちらが過去でおめかしでやっていたロロルのバッグです。可愛いサイズ感がね。コンパクトめにまとめてみたんですが、まとまりきらずこっちがサブと落ちてお, おります。それは青山にあるメガネ屋さんのおまけというかショッパーとしていただいたトートをそのまま使ってます。だから目が、あ、そうなんです。ちょっと描いてるんだ。ちょっとエッジの効いた感じの、ね、かわいい、おしゃれ。ポイントになるかなと思って持ってみました。じゃあ最初はメインから中身紹介お願いします。何からお見せしようかな。まず、携帯。ちょっとショップカードを入れていて、これは古着屋さんでジャンティークっていうお店のショップカードを入れています。好きな古着屋さんで、ちょっと色が可愛かったので。いいですね、オレンジが効いてる。あと、お財布おがちょうどここの持ち手のところにつけていて。え、結構なんかこう、落としたりとかっていうより、取り出しやすいっていう意味で、こうバッグの中で、そこの方に行ってしまったりとかっていうのがないので、なんか大きいバッグとか使う時とか特にいいんですけど、まあ、ちっちゃい時もちょっと安全かなと思って使ってます。普段は、ワイドとかもう結構ずっとこれ使ってます。1。かわいいのがついてる。そうなんです。これは旅行に行った際に、ラーメンヤングで、購入した、こじこじちゃん。こじこじちゃん。こじこじちゃん。名前あった。名前ありました。かわいい。確かに初めて言ったかもしれない。うん、なんかコンパクトなのに結構しっかりこのお財布は入りそうですね。そうなんですよ。このチャーム、キーチャームは別売りで付けているんですけど、うん、もう本当に使いやすいですね。あった方がおしゃれ。そうなんです。うん、なんかこれないと結構シンプルだけど、ポイントになる。うんうんうん、って感じで、あとが、あ、これイヤホン。わーすごい。BOSE新調しました最近。もう本当につい最近ぐらい。つい最近です。1週間経ってないかなっていうぐらいで。どうですか？使い心地は？これめっちゃいいです。食べたな。めっちゃいいですこれ。特に低音好きな方、うん、おすすめです。じゃあちなみに今聴いてる曲とかあるんですか？今はちょっとヒップホップに最近ハマっていて。え、ちょっとわかる。あの、そう、ヒップホップよくランキングにも入ってるなーっていうところから結構リピートして聴いてたりとかして、そこからハマったっていう感じで、すごい付け心地もよくって、でもなんかすごい耳にフィットしそうな形というか。そうなんです。ね、私結構ノイキャンがしっかりされているやつが好きで。そうなんだ。そうなんだ。ガチだガチこれ。エアポッツとか、うん、王道なところはいろいろ試聴して試したんですけど、うん、女性あるあるだと思うんですけど、耳が結構合わない。大きくて。なんで、なんかこう意外とノイキャンとか入ってても、こう隙間ができてしまってとか、落ちそうになっちゃったりとかって、結構いいの買うの落としちゃったらなーとかって思ったところ、これはすごくよくって、この付け心地と、あとまあ普通に坊主がかっこいいっていう。かっこいい、本当に。このビジュアルで、それ出てきたら、ちょっとギャップ萌えです。すごい女子のお洋服とか着てる時に、つけたい。かっこいいよ、いい。最近ちょっと、大きめの買い物しましたよっていうことで。っていう感じと、はい、あと、化粧ポーチ。なんかこれは結構アクセサリー買った時に付属でついてきた巾着にまとめて入れていて、片面で使ってるリップ
この2つかな。1個がアディクションで、1個がフジコ。アディクションが、ザ・マットリップリキッドの10番。うわ、10番私も欲しいの。え、めっちゃいいですよ。私似合われそう。ちょっとオレンジっぽい。あ、ですです。オレンジ。今つけてるのがもうちょうどこの2つって感じで、オレンジ系だけど赤が結構入ってるので、なんかそんなにこうカジュアルすぎないで。もうでもこれは本当にずっと使ってますね。え、でも全然減らなくない？減らないね。ね。1年ぐらい。私も結構長く使ってて、でも買い足しました。減らないけど。え、なんで？2本目です。めっちゃ減らないなって思いつつ、うん、そこが見えるタイミングがある日突然来ます。え私まだ来てない。私いつ来るんだろう、いつ来るんだろうと思って、うん、1年ぐらい使ってたら来ました。でも本当に減らないですよね、うん、めっちゃ減らない。あとフジコは、これはフジコがすごい好きで、結構コスメでも使ってるんですけど、うんうん、これは、ニュアンスラップティントの05番を使ってるんですけど、これともう一個、うん、あの田中みな実大先生とコラボしてるカラー、またボーチェ限定カラーみたいな、まあ、そっちもめっちゃいいです。みな実のリップになれるっていう、そう、そこ入りで、その商品自体よくって色違いを買ったっていう、うんうん、こっちを塗って、こっち先のこっちの、塗り直しというか、うん、プラスで上に重ねて、めっちゃ可愛い。これはもうブラウン系ですね。落ちづらいし、落ちたとしてもなんか綺麗です、塗り方が。あ、あとそうだ、最後がフォーム、これもお気に入り。それはどこのでしょうか。行ってる美容室がホドスっていう美容室なんですけど、そこのプロデュースしているフォームで、カーボン素材、ちょっと摩擦が起きにくいみたいな素材みたいで、髪の毛にもいいし、すごい軽いし、濡れても大丈夫、うん、めっちゃいい。なのでこれ結構スッてカバンの中で、ね、サイズ感がちょうどいいなっていうのは。そうなんです。ちっちゃいコーマ、この半分ぐらいのは持ってたんですけど、うんうんうん、この大きさなのだと結構髪全体を一気に確かに溶かせるので、この太さも差があるのが使いやすい、うん、美容室に売ってるのはもう間違いない。いや本当にそうなんですよね、うん、プロの方が言うのは間違いないって感じで、こっちは以上です。意外と荷物少ないって思いきやの。まだあるんだ。すいません、そう、はい、2個目がおりまして、ハジバッグのご紹介もお願いします。何が入ってんだろう、そっちには。メイクつながりで、ちょっとほぼない、これ多分ベスコスとかに入ってる後世の、メイクキープミスト。これめっちゃ私愛用していて、多分5本目ぐらいなんですけど、メイクした後に、あ、そうです、シュッシュってやる、すごい。これいいです、夏とか崩れにくくなりますし、エアコンとかで乾燥したなって時にやってあげると、ちょっとツヤ感も出せておすすめ、うんうん、いいですね。え、香りとかあるんですか。ちょっとローズっぽいけど、でもそんなに強くないです、うんうん、日々使ってたらそんなに気にならないレベル。もうそれはリピートして買ってる。そうです、うん、この持ち運び用でも買い足してるのと、デスクに置いてるのも買い足してるので、多分計5本ぐらい使ってる。いや、これ欲しいよ。ちょっと一時期完売してたんですよね、多分あの1位とか中に入ってしまって。なるほど。なんでこれ見かけたらちょっと気になる。夏に特にいいかもっていうのと、日傘、おお、これ良かったです。私ファミマで買ったんですけど。ファミマなの。ファミマなんか今めっちゃいろいろ出てるじゃないですか。Tシャツとか、うん、ショートパンツとか、普通に下着とかいろいろやってる中で、うんうんうん、この折りたたみ傘が晴雨兼用で、どっちも使えるの、すごい軽くて、普通に良かったです。傘なくして買ったんですけど、あの、つなぎで。で、普通にあのスタメン入りしました。2000円ぐらいだった。安い。そうなんです。で、手軽に買えるし、うん、おすすめ。と、あとはハンカチ。ハンカチは友達からもらった。テネリタっていうタオル屋さんのちょっとふわふわなタオル使ってます。そうなんです。あと水筒というかボトルは無印です。こういうプラのやつが欲しくて、まあ、いろいろ見てたんですけど、手軽なので
買っちゃいました。夏は必需品。そうなんです。多分給水できますよね。あと無印給水スポットみたいなのがあって、それ持ってったらできる。持ってったらもう水普通に汲んでいけるので、なんかそういうのも嬉しいですよね、うんうんうん、いいなと思って無印で購入したのと、あと最後ですね、これはメガネケース。これメガネケース？そうなんです。これはヴィンテージの家具とかを週一で売ってるヒストってお店が曝露町にあるんですけど、うん、ここで置いて可愛いなと思って買って。おしゃれだな。いやいやいや、でもなんかずっと欲しいなと思ってて、なんか結構付属品で付いてくるケースもすごい使いやすいんですけど、うんうん、大きすぎちゃったりとか巾着だったりとかしてなんか潰れちゃったりとかって、なかなかいい感じのがなくって、うんうんうん、これはバッチリしてるのと、あとなんか普通に可愛いっていうので、うん、中はなので全然違うんですけど。サングラスはどこ？あ、メガネ？サングラスなんです。多分うっすらうっすらピンクブラウンみたいな、インイヤーっていう日本のブランドのメガネで、かけた方が分かりやすい。でもかけた方が色が多分サングラス感が、室内が多いじゃないですか私たち、うん、だからなんかこう気に入るのがあってあんまりかけられない。確かに中でもかけられるぐらいの濃さがいいなと思って、レンズをちょっと薄めので買って、これすごい気に入って使ってます。黒髪にしたからかな、よりなんか似合ってる。ウエストちょっとかけたばっか、うん、出かけるときは結構つけたりするんですか？しますね。日差しが強いとき外でパッてつけたりとか、うん、デスクでも結構かけたりしてます。結構何にでもかけてるかもね。ですかね、以上。以上ですか？以上です。あれなんかあっという間に終わっちゃって寂しい。本当です。今日は普段持ち歩いてるものっていう感じでピックしてきました、うんうん、はい、こんな感じです。リコのカバンの中身でした。バイバーイ。では続いて、ひらこさんのカバンの中身、ご紹介してもらおうと思います。お願いします。じゃあ、はい、まず使ってるバッグをご紹介お願いします。はい、バッグがジェナエスパスメルベルの、はい、バッグ。ちょっとシルバーがなんか可愛くて、最近結構シルバー個人的に気になってて、爪もちょっと本当だ、めっちゃ一緒。そう、一緒になっちゃったんですけど、めっちゃ可愛い。はい、この金具とかも可愛く、なんかアクセ感覚で持てるなと思ってこれをゲットしました。肩掛けもできるんですか？肩掛けもできます。ここに腕通してもらったら、うんうん、はい、できますし、今ちょっと撮ってるんですけど、ここにショルダーのベルトもつけれるようになってて、それも便利だなと思ってお気に入りです。いいですね。柔らかいから結構しっかり入りそう。なんかパンパンなんですけど、ね、見ていただいたらわかると思うんですけれどもね。すっごい入ります。これ入ってるのかな。はい、早速、はい、中身に行きましょうか。はい、お財布から、お財布から行きましょう。こちらです。こちらはどこのブランドさんでしょうか？ボッテガさんも、はい、お財布を使ってます。上品です。このデザインがやっぱ気になってて、うん、数年前にご褒美でゲットしちゃいました。いいですね。小銭も上に、上に、はい、ジップが、ゴールドのジップがついてて、すごい取り出しやすいです。カードも結構いっぱい入るので、うん、使い勝手よくて。なんでボッテガにしたんですか？お財布といえばみたいなイメージがあって、モノトーン好きなので、この黒のシンプルな感じがすごく好きで、ボッテガさんにしました。めちゃくちゃなんかより高見えしてます。なんか本当ですか？持ってるとお財布こちらです。はい、あ、でもスマホもついでに。ブラックだ。ブラックです。私結構もうブラックばっかり、ね、お洋服もなんですけど、うん、小物も結構ブラック多くて、スマホも黒いケースにしてます。いいですね。ケースはどこで買ったんですか？ケースはもうだいぶ前に、うん、普通の家電屋さんとかで。いや、でも間違いない。家電屋さんに行ったら何でもあるんです。はい、そう、本当にあんまこだわりなくて、うんうん、シンプルで黒でみたいなので買っちゃいました、うん、すごい、もう真っ黒ですよ。まだ真っ黒で行くと、色物は出てくる。あ、真っ黒で来ました。真っ黒。メゾンマルジェラのキーケースですね。キーケース
はい、めっちゃ可愛い。ここにつけれるようになってて、めっちゃ可愛い。可愛いですよね。キーケース持ってる人私初めて見たかも。あ、本当ですか。なんかみんな財布とか、そうですよね、のイメージがあったんですけど、可愛い。はい、こちらです。また黒ですね。また黒です、はい、黒です。あ、じゃあもういきなり急に急に色物急に色物来ました。ハンカチですね。テクラのハンカチです。これは先輩にいただいたもので、緑、この色すごい好きで、うん、めっちゃ可愛いです。可愛いです。私もねこれ狙ってて。あ、本当ですか。色いっぱいありますよね。ピンクが欲しい。ピンクこの色めっちゃおしゃれ。すごい夏っぽくて、うん、今の時期も、はい、使いやすいです。プレゼントにもらって一番嬉しい。嬉しいですよね。なんかなかなか自分が手が出せないみたいな。そう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 。ね、このロゴ可愛いです。え、どんぐらいのサイズなんですか。結構広がります。あ、結構大きめ。大きめです。いいですね。はい、ちょうどいい。なんか持ってるだけで気分が。いや、そう、これ持ってる人はおしゃれですよね。本当に先輩ありがとうございますということ。ここで感謝の気持ちを。はい、ついに色物が出ました。やった、ちょっと華やかになってきましたね。はい、次はなんかコスメ系を。お、これなんか珍しくオレンジのポーチに。その入ってるやつはどこで買った、はい、これがなんか雑貨屋さんでパケっていうブランドのものなんですけど、結構サイズがいろいろあって、うんうん、ちょっとした持ち運びに便利なサイズだなと思って、これにしました。めちゃめちゃ便利。はい、なんか中身もちょっと透明で見えるのもちょっとおしゃれかなと思って、うんうんうん、じゃあちょっと右から1個ずつ紹介してもらえますか、ね。はい、こちらリップですね、はい、最近買ったんですけど、アミューズ、韓国のブランドですかね、リップ。なんか、ティントなんですけど、落ちにくいみたいな。なんか見た目めっちゃピンクなんですけど。ね、ピンクっぽいけど。そんなにピンクピンクすぎなくて、これぐらいの色味です。はい。はい。ややピンクみたいな。めっちゃ良さそう。と、これが、ディディオンの。知ってます?ディディオンのリップも使ってます。これもなんか似たようなちょっとこうピンクベージュみたいな色味ですね。これは何番ですか。これがブランピングリップスティック03番、03番、ダスティースプリングです。ちょっと前にこれ買ったんですけど、春ちょっとなんかピンクベージュみたいな色味が欲しくてゲットしちゃいました。いいですね。先にどっちをつけるとかあるんですか。先にこっちの方がちょっとややマットみなので、こっちをつけてから上にちょっとツヤを足して使ってます。いいですね。次がオイル。なんかちょっとミントのスースーした香りがするんですけど、結構デスクワーク多いんで疲れちゃった時とかに、こめかみのところとかにちょちょっとつけるとスーッと、それ欲しい。リフレッシュされるの で、 いいですね。なんか頭痛くなった時とかにちょちょっとつけるとおすすめ。どこで買ったんですか。これがコスメキッチンで、 あ、 ありそう、はい、ね、ありそう。はい、買いました。ゲットしました。でもめっちゃデスクワーク多い方、うん、すごいいいと思います、ね、すごいリフレッシュされるので、うん、本当スーッとします。結構スーッとします。めっちゃいい、ありがとうございます。はい、結構欲しいです。本当ですか。はい、気分転換になります。とやっぱちょっとこう匂い系で癒されたい時に、お、ハンドクリーム。これ韓国の確かブランドで、ブラックピンクのゼニちゃんがなんかこのボディーソープを使ってるみたいな。そうなんだ。ので、はい、ちょっと K-POP 好きなので、うんうん、ちょっと気になって買ってみちゃいました。まずはハンドクリームからと思って。めっちゃいいですね。はい、え、どんな香りがするんですか。これがローズウッドって書いてますね。なんかお花の香りとウッド系のシックな香り、まあ、保湿もされて、匂いも癒されて、うんうんうん、サイズ感がいい。そうですよね、すごいバッグにも入れやすくて、ね、ポーチにも入りやすくて、これはミニサイズですごい、ね、持ち運びにいいです、うん、次が、あ、なんかちょっとリップ出てきちゃいました。もう一個入ってました。これはリップモンスターですね、うんうん、2時 AM っていう品番でした。すごい赤っぽい色味ですね。もうこれがほぼギリギリなくて あります、そういう時期ほとんどない、使っちゃって。赤だけど真っ赤すぎず、ね、ちょっと深みのある色味で、うん、年中なんか使いやすい。確かに、はい、これ
はどういう時に使ってるんですか？これはもうほぼ毎日デイリー使い、そうなんだ、してます。なのでなんかもうすぐポンと入れちゃう。確かにすぐ使いやすい。こっちは本当気分に合わせて使ってます、うんうんうん、お洋服とかに合わせて。じゃあスタメンはこっちだったということで、はい、すみません、こっちでした。あとはミディアを入ってますよね、はい、入れてます。リフレッシュ用で入れております、うん。なんかミント率高めですね、カラーも含めて。本当ですね。ちょっと爽やかに、ね、ミントが好きなんですかね、はい、この夏爽やかにということで。いいですね。あとはエアポッツ、あ、はい、みんな持ってるであろうエアポッツ、コンパクトだからいいですよね。そうですね、入れやすい。これがわ、これはもしかして、もしかしての、もしかして、うわ、このビューリーの櫛ですね。はい。でも、いただいたものなんですけど、私もうすぐ、この時期とか湿気とかで広がっちゃったりとか。いやいや、まとまってます。まとまってます。今日もすごい湿気なんです、実は。ねえ、今日すごいですよね。このまとまり見てください、皆さん。羨ましい。これももらったら嬉しいです、ね。ね、ちっちゃい方を私もプレゼントでもらったんですけど。本当ですか。めっちゃ長いのも可愛いですね。ね、結構毛量多いタイプなので、うん、長いのも本当助かります。優しい、お買いくれた方。はい、すごい助かってます。入れ物もね。ね、すごい高級感がある、ね、ブラウンのスウェードっぽい入れ物で、ね、こちらも使ってます。で最後ですね、これ。最後。香水です。たまごちゃん。はい、香水なんです。これタンバリンズの香水です。これが匂いがレイトオータムっていう、レイトオータム、なんかレイトオータム秋、うん、なんですけど、うんうんうん、ちょっとこう夏っぽい爽やかな、へー、海のような、爽やかな香りがします。ちょっといい、嗅いでもいいですか？でもなんか表現が合ってるのか、うん、スーッと爽やかな、うわ、ユニセックス、わかる、でもね、使えそうな、でも海ってなんか言いたいことわかるんだけどな、なんかすいません、言葉にできない、言葉にできない、さっぱり、うん、した、そう、さっぱりしてる、さっぱりした香りがします。気になる方は、はい、店舗行ってみてください、店舗行ってみてください。コロンとチョコンとしてます。ちょっとこう夏用に欲しいなと思って買いました。いい、ね、形がすごく可愛い、ね、形がね、すごい、いいですね、可愛い、これめっちゃ可愛いです、いい、おすすめです。以上ですか？以上ですね。あ、こんなに入ってました。またもうあっという間でしたが、一番お気に入りを最後教えてください。じゃあ、え、無茶ぶり、無茶ぶり。一番お気に入りは、はい、でもやっぱりこのデガさんのお財布ですかね。はい、大事に使おうと思います。ということで、はい、ありがとうございました。ひろこさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ラストは、はい、くまこちゃんに締めていただきたいと思います。お願いします。じゃあまず、カバンをご紹介お願いします。はい、フェイスファームのアイテムで、スリーウェイハンドルミニバッグっていうバッグです。これね、大人気アイテムなんですよ。めっちゃ入りそうだね。そう、めっちゃ入れてて、なんか結構少なめに持つ時もあるんですけど、なんか仕事の時になると、あ、これも入れとこうってなって、これね、その上の部分がね、今ついてないんですけど、ショルダーにもできるように、ここにカチッてつけれる長い紐もついてて、でもハンドバッグで今日は持ってます。バッグも黒なんですね。そうですね、黒になっちゃいました。ほんと全身黒なんで。そう、え、横のものは、すいません、今日携帯いつもなんか入れたりもするんですけど、今日こっちいっぱいだったんで、手持ちでポケットにスッて入れて、これステッカー入れてて、ルイスでセレクトしてるナウンレスってブランドのステッカーで、ちょっとなんかシルバーにブルーの気分だったんで、うんうん、ちょっと展示会でいただいた時にそのまま入れて帰ってきました。なんかアクセ感覚に見えた。なんかちょっとシルバー差し色になりますよね。ちょっと気分で入れちゃいました。で、中身いきましょう。ここからですね。いきましょう。まずじゃあ財布から
財布がサンローランの、フラグメントケースっていう、もう本当に私カードとか携帯でクイックペイとかですぐ使っちゃうのが多いのでコンパクトにしたくてこのケース使ってます。意外と入ってる。え、そうなんですよ。結構カードがあるのと、ね、中にも結構入るんで、カード系とお札はこっちに入れてる感じで、コインケースはまた別にちょっと分けて、ね、こっちに入れたらパンパンになっちゃうんで、なんかこれ本当はiPhone ケースとセットで入れてた、なんかどっから買ったやつなんですけど、のコインの方だけ取って、今これとこれをちょっと別で。コインはこっちに入れてます。自販とかの時はもうこれだけ持ってサッと行って買う感じです。今撮影だから外してるんですけど、ここに家の鍵キーホルダーつけて、なんかバッグのこういうとことかにつけるとめっちゃいい。もうめっちゃ便利で、確かにちょっと気分によってつけたり外したりして使ってます。次がケースが ADSR のケースなんですけど、中はパソコンとかすることが多いので、ブルーライトカットのメガネ、本当にメガネ、サングラスではない。メガネはどこ？これはジーンズのやつで、結構本当にお手頃でパッとかけやすい、もう本当シンプルな、会社に来たての時に爪疲れてやっぱり、そうなんです、なんか欲しいなって言ってこれ買いました。どうだろう、あ、いい、パソコンしてるよ。パソコンしてそうですか？でもちょっと暑い時とか、顔今日薄いなって時にパッとかけちゃいます。割とおしゃれ見えするかなっていう形で、これ結構おすすめです。いいですね、すごいですよ。そうですよね、すごいですよ。結構中身黒いんですよ。いいですね。そう、次、どうしよう、黒いった方がいいですか？ちょっとじゃあ今の時期ほんと大事系いきます。2つこれセットで使ってるんですけど、これが本当に今もう夏で暑くてすぐベタつくので、結構サラッとさせてくれるジバンシーのココナ。かわいい。で、普通のやつ多分結構もう一二回りぐらい大きいんですけど、限定でコンパクトなやつでって、もうこれは買うしかないって思ってカバンに入れれるやつで、え、ちょっと開けてみてもいいですか？あ、そうやって開けるの？そうなんですよ。で、なんかちょっと中が4色になってて、かわいい。なんかでも色はつかず馴染んでくれる、ポーッとしてくれるみたいな。メイクの全部終わった後に、あ、そうです、終わった後にさーってやって、で、なんかちょっとこう歩いたりして熱くなってテカったなってなったらそれすぐ使ってて、それの前に最近使ってるのが、何？かわいい、トムフォードの、これ一目惚れして買ったんですけど、最近ブラウンちょっといいなって思いつつ、夏から秋にかけてちょっとこれは買うしかないって思って買っちゃいました。そうです、クッションファンデでパカッて開けて使うやつなんですけど、なんかテンション上がって、めっちゃテンション上がる、これ見つけてすぐ買っちゃいました。かわいい、欲しい。クッションハンデってみずみずしいイメージなんですけど、ちょっとマット、その中だと夏だからちょっとマットのやつないかなって思って、すぐ直せるじゃないですか、クッションハンデ。だからちょっとこう家ではこうリキッドと使い分けてるんですけど、お直し用で入れるのは絶対こっちにしてます。へー、ここは一緒に使ってます。やばい、ちょっとこれは上がりました。結構ちょっと見てみてほしいです、みんな。上がりました。よかったで、そのままじゃあメイク系というか、入れ物が、はい、これについてきた入れ物なんですけど、ちょうどいいサイズ感、ちょっと絞れて、そうなんですよ。これにリップ、まず、お、気になる、きくまごちゃんのリップ。2個一応あって、ちょっとこっちも使いすぎて全然ないから中見せれないんですけど、ナーズのオーディシャースリップスティックで、番号が9477っていう、なんか結構インスタとかでも超質問くるカラーで、結構濃いめブラウン好きなんですけど、とこっちもシュウ上村のルージュアンリミッテドキヌマットマットリップで、ブラウンの793番。この色めっちゃ可愛い。そう、秋っぽいっても思うんですけど、顔的にブラウンっぽくないと全然盛れなくて。一緒です。え、本当ですか？本当ですか？そう、濃いめ。そう、濃いめじゃないの。なんかパキッとしなくて顔が。で、この2つは結構濃いめブラウンでおすすめリップです。使い分けてるとかあるんですか？気持ちいい。こっちの方ももうちょい濃いんですよ。あ、そうなんだ。で、なんか結構ベースはこっちなんですけど、気持ち夏っぽく明るめというか、え、もう本当にそんな変わりはないんですけど、うん、こっちの方若干明るめかもしれないです。つけてみると。今日つけてるのはこっちです。あ、そう、いつも、もうナーズさんです。撮影の時はこっちつけてます。頼れる相棒です。ね、で、次がこれもちょっとメイク系なんですけど、はい、これ知ってますよ。ハイライト、ディオールのハイライトで、
バックステージフェイスグロウパレットの002の色で、もう使い色限られてるんですけど、こことここ。でもこれ私1年前ぐらいに買って、けど、もう全く減らないんですよ、本当に。本当に、こことここはめっちゃ使ってるんですけど、減らなくって。すごい優秀。もう多分一生使えます。やばいな。でも上2つが可愛い。そうなんですよ、うん、結構使いやすいカラーかなって思って、ね、パキッとしてるのと、ちょっとピンク系で血色感も出るしっていうので、うんうんうん、で、次ちょっとミニ香水なんですけど、おバイレードのジプシーっていう、ちょっとめっちゃ爽やか、めっちゃ爽やか系です。これ夏っぽくて好きで使ってます。良くないですか？いい女ですかね。そう、これはいい女ですか。いい女です。ピシッとする。でもちょっと甘さがある。うん、もうあるし、うん、結構メンツにも人気って聞いて、うん、まあ甘すぎず爽やかな感じでちょうどよく使えるもので、これは使ってます。朝つけて出ると夕方にはもうなかったり、匂いってなかったりするじゃないですか、うん、の時にやっぱ持ち運びできる大きさのがいいなっていうので、なんか探してたら3種類入ってセットで売ってるのがあって、これ持ち運びに本当によくって、見た目も結構ヘルシーで好きなんですよね、これ。で、この香水とちょっと使い分けて、これはジョン・マローンのシルバーパーチ&ラベンダーって聞いたことあります？私もね、ジョン・マローン使ってるんですけど、これめっちゃ良くないですか？レディースっぽい。好き。本当にこれおすすめなんですよ。もう使いすぎて全然ないんですけど、多分デートとかにもいいかも。私デートの時結構これ使ってたりして、行きにくい、これからなんか友達とかとご飯。でも結構これおすすめです。めっちゃ可愛い。ジョーマローンはね、間違いないんですよ、うん。しかもなんか見た目も可愛いし、しかもこのサイズ感が大きいのもあるけど、うん、やっぱ持ち運びにはこんぐらいのサイズ感で、いつもカバンにはインしてます。で、次、はい、エアポッツやっと出てきたんですけど、やっぱみんな持ってる。通勤結構聞いたりするんですか？あ、でも聞いたり、あとインスタとか見てても今みんなリールとかあれだから、確かに結構そういうのも見たりしてます。なんか勝手に聞くまこちゃんは洋楽聞いてるイメージ。いや、本当ですか？でもいろいろ聞くかも。洋楽も聞くし、うんうん、なんだろう、 K-POP も聞くし、そんなにハマるとかはないんですけど、うん、幅広く聞いてます。そう、聞いてます。で、最後わリファの持ち運びアイロン、これで前髪整えたんです、ね、そうなんですよ。なんかもう雨やばい、本当雨やばいんですよ、本当にホームなんですよ今日。めっちゃ便利。で、そうなんですよ、しかも充電式、ここにタイプ C で充電できて、で結構早く充電溜まるから、うん、やばい今日出かけんのにって朝にやると結構間に合って、家では全然大きい、そう一気にできるやつ使ってて、出家とかで前髪やられた時用ですね。撮影とかある時は持ち運んでます。いいですね。え、リファどうですか？え、でもリファはやっぱいいですね。いいよね。最近髪暗めにしたんですけど、うんうん、高い温度であっても色が抜けにくい、うわーなって思います。それ大事。結構おすすめかもしれないです。で、以上ですか？あ、で、以上です。そうです、これ全部入ってたんです。なんか贅沢メンバーですよ、これ。本当ですか？はい、コスメ中心だったけどかもしれない、撮影とかするから。そうですよね。そうなんですよ、直したくって、うん、いや、でも夏特に多分こうなると思う。素晴らしいですありがとうございました。どうでしたか今日は？今日は、でも、はい、前の2人の見させてもらってたんですけど真似したいのいっぱいあって、ね、そう、皆さんぜひ、うん、気になるものがあったら検索してみてください。してみてください、はい、おすすめです。ということで、はい、うまこちゃんでした。ありがとうございます。